少年革命家を名乗る不登校 YouTuber のユタボン13が25日、自身の YouTube チャンネルを更新。現在行っている日本一周について、日本一周できません、と訴えた。6月30日から、スタディー号で日本一周をしている、ユタボン。この日夜、緊急告知。日本一周できませんというタイトルで自身の YouTube チャンネル少年革命家ユタボンチャンネルを更新、緊急で動画を撮っているんですけどと前置きした上で、このままだと日本一周できませんと頭を下げた。今回の旅でこれまでに訪れた都道府県を羅列し、現在は福岡県にいるとし、あと7つなんです、あと7件でゴールなんですと告白。実は大赤字で、マジで大赤字でお金がなくて、特にガソリン代が高いんですよ。今現在でガソリン代だけで50万円以上かかっていて、本当に大赤字なんですよ。このままやと日本一周も厳しくて、それで皆さんに投げ銭をしてほしいですと訴えた。これまで旅で1000人以上の人に声をかけられたと主張。あと7件でゴール、ゴールは見えてきているんですけど、本当に大赤字で、投げ銭をしてください、お願いしますと再度頭を下げ、その代わり YouTube でみんなを楽しせます、これは路上パフォーマンスと同じで、物乞いとかはそういうのじゃないです、 YouTube で日本一周の動画を最後までアップしてみんなを楽しませますと呼びかけた。ただ、投げ銭したからと何かを要求する人はやめてください、そんなのはほんまにいらないとも、俺に最後まで日本一周頑張ってとか、最後まで自由に楽しんでとか、遊んでもいいから自由に使ってと言ってくれる人だけ投げ銭してくださいと条件をつけた。